はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい今回ね、タカラトミーモールで購入いたしました。これはモール限定でしたかね。確かモール限定なんですが、あのトミカショップからね、あの公式アカウントのね LINE ちょっと来てて、あのトミカショップでもどうやらねこちら売ってるみたいなので、もしね動画見て気になった方は、お近くねトミカショップある方、まあ、ぜひねそちらでもね買ってみてください。ということで、はいこちらですね。はい今回ね、あ僕3つ買ってますね届いてからいつもね、あこんだけ買ってたのかってね、はい気づくとこあるんですが、はい今回はですね、タカラトミーモールオリジナルのねトミカプレミアムホンダインテグラタイプ R、 こちらね見ていきたいと思います。さあそれね、ちょっと予備置いといて、ではでは行きたいと思いますが、まあインテグラのタイプ R といえばね、まあ持ってる方もねいっぱいいらっしゃると思うんですけど、こちらですね、通常のねナンバリング02番でもねこちらねラインナップされてるんで、今回はこれともね比較をねちょっとしていきたいと思います。まあ多分色違いだけだと思うんですけどね。さあそれでは行きましょう。じゃあちょっと見にくいんで、ビニール取っちゃいますね。よいしょ。さあでは行きましょうか。今回はね赤色のまた渋いねインテグラになってくるんですけどもね。よいしょ。まあ結構マニアックなんでね、ちょっと好みねいろいろ分かれそうなところなんですが、さあではね見ていきましょう。まずパッケージの感じはまあ通常版とね、もうさっきも言いましたけども、まあ同じような感じですね。ほんとイラストもね一緒ですね。色が違うのみかな。で、あのタカラトミーモールのロゴが書いてあります。で上ちょっとね見てみるとこうなってて、この写真もねまあ似たような感じなんですが、はいこちらですね、今回ねスケールが62分の1で、ギミックがサスペンションと左右のドアの開閉と、まあしっかりとね下ねギミックも搭載で、箱ね他の面ね底は警告文で、蓋の部分ね、はいこちらは斜め上からの写真で、こちらはあこれはイラストですね。この面と一緒ですね。で背面はこのようになっております。さあそれではね、お待たせしました。では開けていきますか。さあ実際の車両のカラーは結構あのねイラストは暗めのね赤色なんですけども、車両の方はどうでしょうか。おさらに深い感じの赤色ですね。おお濃いめ濃いめ、またこれも渋いカラーの赤色ですね。さあそれでいきましょうか。さあではではじっくりとね見ていきましょう。まずねはい顔の部分ですね。フロントねこんな感じになってます。はいヘッドライトはねしっかりとこんな感じでクリアーパーツになってますね。結構ね透明度の高いクリアーパーツで、真ん中にはしっかりとねホンダのエンブレムがね書かれてます。もちろんプリントですね。でスポイラーやグリル周りははいこんな感じになっておりますね。まあ、形はほんとしっかりとよくできてます。で感じのボディカラーですが、まあ赤色のソリッドなんですけども、結構こうね、あの濃いめというか深い、まあ暗めのね赤色といった感じですね。ただ結構やっぱねかっこいいね、艶やか、すごくねもうほんと塗装が綺麗で、内装もこれ赤のシートですね。多分これはあの通常版と一緒だと思うんですが、本当にボディカラーと一緒のような感じでよく似合ってますね。で側面ね見ていきます。はい横ねこんな感じになってますね。はいこちらですね、ウィンカーのところはオレンジの塗装が入ってて、でここですね、ここには文字書いてます。多分タイプ R って書かれてると思うんですけど、後でねちょっと拡大して確認したいと思います。老眼だから見えないのよでホイールはですねこんな感じのデザインになってて、まあイラストのホイールと比べるとちょっと穴とかがちょっと開いてないんで、まあのっぺりした感じなのかな。もうちょっとこう細かく作ってほしかったなーって個人的には思いますね。まあでもこれはこれでデザイン的にはまあかっこいいのかなとは思いますね。で後ろですね、はいテールの部分はこうなっておりまして、テールレンズもクリアーパーツですね、赤のクリアーパーツで、サイドは、あ、特にオレンジになってないのかな。あ、でもちょっと色が違う感じなんで、オレンジ色っぽいんですかね。この中心部は赤色で、その上にシルバーの塗装が施されてますね。で、ホンダのエンブレムはちゃんとプリントで入ってて、で、あとマフラーの塗装も入ってますね。しっかりとこう太鼓の部分もね、塗装入ってます。で、リアウィング、スポイラーはですね、はい、こちらボディと一体成型になってます。で、反対側の側面ですが、はい、こちら側もこんな感じになっておりまして、ここね、文字ちゃんと書いてますね。こちらも大きくして確認しておきます。で、あとウィンカーの塗装ですね。で、上から見てみましょう。はい、上見てみると、こんな感じになっていて、で、底の部分
が、はい、このようになっております。でベースになっているのはナンバー62番ですね、2020年のホンダインテグラタイプ R です。でこちらの車両ね、ギミックの方はサスペンションと、あとはですね左右のドアのね開閉機能が、はい、こんな感じでしっかりとねついてます。ね、ドアを開けるとね内装のシートとかもよく見えるんですが、まあ本当にねしっかりとね内装もできているのかなと思いますね。うん、かっこいいね。こちら側も見てみましょう。はい、こんな感じですね。シートが赤色と本当渋いね。で、あ、ダッシュボードのところこれ赤色ですけども、これはちょっと塗られてるだけなのかな。実車もこういうデザインなんですかね。こちら側もちょっと塗装入ってますね。さあ実際のところはどうなんでしょうか。で通常版もねちょっとね並べてね比べてみたいと思います。通常のラインナップは色はねホワイトですね。白色ですけども、これはソリッドの白色ですね。しばらく最近見てなかったんでちょっとね忘れ気味になっておりましたが、はい、今回のねモデルとね並べてみるとねこんな感じです。紅白でちょっとめでたい感があるんですけども、まあボディのねカラーの違いのみですね。内装のシートとかは全く同じかなと思いますね。でエンブレムも一緒ですし、ヘッドライトのパーツとかも一緒で、あと側面ホイールも一緒ですね。ホイールもこんな感じで同じものが使用されてます。白色のボディの方は文字ちょっと確認しやすいですね。で後ろも比べてみると、はい、こんな感じで、白のボディはレンズのカラーが結構際立ちますね。ウインカーの部分のオレンジが確認しやすいですね。で、あ、ここにロゴ入ってるからここ見逃してたね。今回のモデルもちゃんと書いてて、後でちょっと大きくしてこちらも確認したいと思います。普通にねちょっと見えてなかったですね。で反対側の側面も比べてみると、はい、こんな感じで、で上もねちょっとね並べてみましょう。はい、こうなってて、でそこはもう本当に全くね同じとなっております。で通常版ももちろんねギミックね、サスペンションとドアの開閉ですね、こんな感じでできるようになってて、通常版はアコア、あ、白色塗られてますね。両サイド白色塗られてて、これはでもここ白ってなかなか多分よいしょ見えますかね。これは多分、ね、塗装がはみ出てる感みたいなのあるんですけど、実際はわかんないですかね。ちょっとご存知の方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。まあでも本当にどちらもね素敵な車両ですね。うん、インタグラかっこいい。僕の好みで言うと、今回の赤色の方が好きですね。色の好みがね赤好きなんで、さあ皆さんねどちらがお好きでしょうか。はい、ということで今回はですね、タカラトミーボールオリジナルのねトミカプレミアムホンダインテグラタイプ R、 こちらをね購入者でちょっとね紹介してみましたが、さあ皆様いかがだったでしょうか。まあ、通常版も十分めちゃめちゃかっこいいんですけども、まあさっき言った通り僕はねこの赤色のねインテグラめちゃかっこいいなと思っちゃったりもしました。まあ好みがあると思いますので、皆さんのねご意見とかもね聞かせていただきたいんですが、まあ、もしねこの車両ね気になった方は、まあ、タカラトミーボールでね購入されるか、まあ、お近くにねトミカショップがある方はぜひねそちらでね購入してみてください。まあプレミアムでねちょっとモールトンオリジナルとかになってくるとどうなんでしょうね。しばらく売られてたりはするんですかね。まあちょっと先のことはわからないんですが、まあなくなっちゃうとねこちらも、ね、貴重なモデルになってくるので、ぜひね気になる方はお早めにねチェックしておいてください。まあということで、はい、今回はねこの辺りに終了したいと思います。おもチャンネルのタネでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近でもないおしかカンドの方でねそちら限定のね動画も配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いいたします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。